出来372副電圧仕様の出来371愛知電気鉄道出来370系電気。機関車は愛知電気鉄道が申請した直流用電気機関車。光年愛電と明記鉄道が合併し、名古屋鉄道が設立された際にも、形式称号は変わらず出来370型を名乗った。 未更新の三百376更新した七十3791925年にボールドウィンとウェスティングハウスの2社の合作で百七370三百371の2両が製造、輸入された。さらに1928年から翌年にかけてデキ三372四デ374七十376三百379の7両が順次追加製造された。 これらは、車体と台車は、ボールドウィン車製をデッドコピーした日本車両製造本店製となったものの、伝送品は引き続きウェスティングハウス車製品を輸入の上で搭載された。愛知電気鉄道の名古屋鉄道への統合時に、実施された大規模な車両改版の際には、例基版活動合結断とする愛知電気鉄道の伝統的な不安方法が廃止と、 なり、デキ 370K デキ371デキ379へ改版された。基本的には、直流五5 0 0 v 電化区間用だが、最初に製作されたデキ370デキ371の2両については、直流 600V と直流 1500V の副電圧仕様となっており、厚見線、西尾線、瀬戸線など、直流 600V 電化線区への応援実績もある。 1960年代後半以降の名鉄の貨物扱い削減に伴い順次廃車が進んだが、1978年に瀬戸線が直流1500ボルトへ昇圧された際に出来376が同線区に転属する。その後、瀬戸線において3780系電車を牽引に使用していた工事列車があったが、3780系が 廃車されることとなったためこれの代替としてデキ七十九が九百九十六年に瀬戸線へ転属した。またデキ七十八は九百九十七年に新川工場から新しく開設された埋目検査場へと移動となった。デキ七十九の千九百九十四年に更新工事が施され塗装の名鉄ブルー化、窓のエッジゴム支持化、 運転台の更新などがなされたが、デキ376デキ378はそのままの状態が維持され、名鉄に在籍する電気機関車としては最後の黒色塗装車であった。しかし、瀬戸線配属の2両は2007年の北山車庫閉鎖と共に廃車となり、本線所属のデキ378も老朽化のため廃車となった。 1964年時点鉄道ピクトリアル 859p60.61 ありがとうございます。